3つ目こちらです。じゃん、エゾワシプロジェクト。はい、ということで、遠野さんはですね、札幌に帰られてまだ半年ですけれども、たったこのまだ半年の間でも、あ、なんか北海道らしいものをっていうようなお考えをお持ちなんですもんね。はい、うん、せっかく札幌を拠点に活動させていただいているので、うん、はい、今はね、和紙の原料は本州から取り寄せたりとか、うん、もう生えてる木使う種類も本州で自生してるものが多いようなので、うん、せっかくの拠点ですから、うん、北海道で自生している植物とか、うん、木の皮から和紙を作りたいなって思ってるんですよね、はい、でまた偶然ちょっとあるイベントと出会いがあったんですもんね、うん、はい、地下歩行空間、札幌の地下歩行空間で歩いていたちょうどアイヌの方のイベントをやっていて、うん、そこの紹介で昔からアイヌの方が着ている織物着物の材料に使っていたのがオヒョウニレっていう、オヒョウという木の皮で、その幹の皮を剥いで、うん、煮詰めたりしながら繊維状にして加工して着物にしていたんですよね。そのオヒョウニレの皮が展示されていて、それ触った時に私が和紙で原料として使っている楮という木の皮にすごく似てたんですよ、質感が、で、あ、これなら、うん、和紙になるかもな、これ和紙いけるんじゃないのっていうふうに近ほで思って、思ったんですよね、はい、うん、で、そちらの二部谷の方々が発信しているブースだったので、連絡を取って、はい、ぜひそのオヒョウニレの皮剥ぎに同行させていただきたいということで、はいはい、お願いしましたら、実際行ってきたんですもんね。はい、つい先日、はい、行ってきまして、はい、ちょっとあれ持ってきていただいていいですか。はいはい、はい、剥いだ時はね、すごい甘い、ふわっといい香りがしてたんですけど、これですよ、これこの間剥いできたんですって、うん、ほんの一部ですけど、いっぱいもらいました。本当だ、これペラペラしてる。これは剥いだまんまなんですけど、うんうん、これを一旦繊維、一本一本の繊維にね、うん、煮溶かして叩くことでほぐしてあげるというか、そういう風にしてから髪をすいていくんですけど、いい匂いがするでしょ、うん、ちょっといい、ふわっと、うん、なんかほのかに甘い感じ、ほのかに甘い、いい匂いです、うん、へえ、これでもしできたらおひょうにれでの和紙、うん、北海道らしいもの で、 そうで、ねね、見たことないし、うん、あれじゃないですか、アイヌの方もおひょうに入れて和紙っていう風に言われるとこ見たことないかもしれないですよね。はい、なんか布は織っていらしたけど紙は作ってらっしゃらなかったってことなんで、うん、新しい、いいと思います、ね、なん か、うん、いい紙ができればなと思って今やってみようと思ってるところなんですけ ど今最近これをね、ぜひやってみたいなと思って、その他にもなんか北海道らしい素材があれば、うん、あそこの工房があるから、うん、そうですね、どんどん和紙にね、うんうん、できるといいですね。やってみたいなと思ってます、うんうん、これからが楽しみだなと思います、うん、実際やっぱり工房拝見しますと、やってみたくなるんですよ。でここ来た人はみんなやってみたくなると思うんです、うん、で実際も遠野さんあちこちでワークショップもされてるみたいで、どうですか、どんな方が参加されてますか。そうですね、結構幅広いんですよね、うん、下の子で言うとはがきの枠を持てれば、うん、誰でもすけるので、うん、もう3歳の子とかも体験してくれて、ちょっと水遊びがてらな感じでちょっとチャプチャプしながら、ね、そうやって紙すきをしてくれる子もいますし、はい、もっとちぎり絵をされてたり絵手紙をされている方が自分のとっておきの和紙にっていうことで自作の体験をしてくださる方もいますし、はい、男性の方も、はい、楽しんでくださってますね。これからもどんどんね、ワークショップをしていきたいということですので、お問い合わせいただきたいと思います。そしてオリジナルの和紙、はい、エゾ和紙プロジェクト、はい、こちらも今後ねどういう紙が出来上がってくるのか、またその新しい素材が、手に入った時に、うん、遠野さんがどんな作品作りをしてくれるのかっていうのも本当にワクワクしました。ありがとうございます。これからも素敵な作品をたくさん作ってください。はい、ありがとうございます。今日のゲストは和紙作家、和紙職人、北の紙工房紙日和より遠野早苗さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さよなら。